はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ハセシンです。ということで今回もですねコールオブデューティープレイしていくんですけども、今ですね背景の画面はコールオブデューティーウォーゾーンの画面になってるんですが、今回のね動画の本編はコールオブデューティーヴァンガードになりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。となんとこちらっすね、新しいイベント、その名も太平洋の秘密シークレッツオブザパシフィック、来ました。ウォーゾーンのチャレンジとコールオブデューティーヴァンガードのチャレンジがあるわけなんですけどもね、今ですねヴァンガードの方はちょっとなんか不具合が発生したのかな、ちょっとね途中で消えてしまってる状態なんですが、ウォーゾーンのチャレンジをね挑戦することができますよということでですね、私ハセシンすべてのウォーゾーンの全6チャレンジあるんですけどもね、6チャレンジ完了させてきました。今でとりあえずねこの太平洋の秘密っていうイベントはまず何なのかというところなんですけども、この左下のボーナス報酬あるじゃないですか、その画面のさらに下の方に設計図はウォーゾーンパシフィックシーズン1で使用可能ということで、そうなんですよね、コールオブデューティー公式から発表がある通りですね、おそらく来月ですね12月中にウォーゾーンのマップがですねベルダンスクから新しいマップについに変わるということでですね、そのマップに備えたイベントが来てますよということでですね、とりあえずこのねチャレンジを完了させることによってね、この背景の写真あるじゃないですか、この写真の背景がですねおそらくそのコールオブデューティーウォーゾーンのパシフィックですね、新しいマップの一部なんじゃないかということでですね、ヴァンガードの方でもですね一部完了させているものはあるんですけども、完了させてるチャレンジのところには背景が出ると、写真が出るということでですね、非常に気になりますね。この太平洋の秘密というですね新ウォーゾーンのイベントをね完了させたら限定設計図としてですね、このボーナス報酬のねこちら STG になるんですが、ドラムマガジンついとってですね、あそこのなんていうんかな、バレル部分っていうのかな、バレル部分にね V ですね、ヴァンガードのロゴが入ってて、サメみたいなね牙とか口の模様が入ってる限定武器、そう限定設計図の STG をね入手することができますよということで、この説明にも書いてある通りね、ウォーゾーンではパシフィックシーズン1でね使うことができるんですが、コールオブデューティーヴァンガードではですねアンロックさえしたら使うことができるということで、今回ですねヴァンガードで使っていこうと思います。それではヴァンガードに移動しましょう、レッツゴー。現在ねこの動画を撮影している日付というかね時刻はですね2021年11月25日の午前8時18分ということで、ねアップデートが来た時はですねヴァンガードのねこのプレイと武器の間にですね太平洋の秘密というね欄があって、そこでねチャレンジの進行状況とかをね確認することができてたんですが、公式の方からもね発表があったんですが、どうやらねゲームがクラッシュしてしまう不具合が発生してたみたいなので、ちょっとね一時的にそのイベントの項目を削除してるって感じになってるのかなと思うんですが、多分ね時間が経てばまた出てくるようになると思いますので、よろしくお願いいたします。とりあえずねウォーゾーンではチャレンジすることができますよということでですね、早速紹介していきましょう。こちらっすね、 STG の武器庫のこれでございます。その名もボンバーメナスということでですね、アタッチメントとか見ていきましょうよ。ボンバーメナスのアタッチメント、ガンスミスはこんな感じでございます。まずマズルはですねサイスコンペンセーターついてて、そしてアンダーバレルには M1941 ハンドストップついてて、そしてバレルにはクラウスニック 620mm プレシジョンついててからの、こちらですねマガジンは 8mm クルツ45ラウンドドラム、さらにこちら MK183 フィルター、そしてさらにラバーグリップもついてて、ストックはこちらコンスタンツタクティカル、さらにラストはこちら熟練度バイタル。このバリアントどうですか皆さん、限定STG ですよ。さっきねバレルのところに V ですね、ヴァンガードのロゴが入ってて目と口がありますよと、でねドラムマガジンもついてますよと言ったんですけどもね、そのままでございます。この設計図がですね今回の新イベントの太平洋の秘密で入手できる設計図となっております。ということで今回この STG を使っていこうと思います。そしてねサブ武器は1911でガンスミスはこんな感じでございます、よろしく。でパークはゴーストピアシングビジョンライトウェイト MK2 フラググレネードからのスティームのカスタムクラスロードアウトでいきましょう。ということで今後もですねハセシンのチャンネルではコールオブデューティーの動画をはじめ楽しめる動画をですねマイペースに投稿していきますので、まだねチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければグッドボタンですね高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それでは今日も今日とてドミネーションいきましょうか、レッツゴー。ちなみに現在もう一度ダブル XP 期間中に突入しております、最高っすね。さあということで使っていきましょう、限定 STG 行くぜ皆さん、よろしくお願いします。まずはチャーリー取りながらちょっとね軽く見ていきましょうよ。おーいいですね、いいですね。おー皆さんこんにちは、はいどうも。さあ行きますよ。なんかタクティカルダッシュをした時さ、あれか B 取られてんな、タクティカルダッシュをした時さ、ちょっと待てよ、
なんかマガジンのところに見えますよね、ペイントが。この限定設計図の特別なペイントがさ、若干見えていたんだが、 B 取っちゃってもいいんですかこれ。危な、これは危なすぎるぞ。ちょっと取りたいね。カバー求めてもいいですか。ちょっとやばそうですねこれ。もう俺これはまずいぞ。俺カットできるのが STG なんですよと。バイタルも一応ついてますからこれ皆さん非常に強力ですよと。本当にね、アタッチメント構成ね結構当たりなんじゃないかなと個人的にはそう思っているんですけども、エスタホキさんホキさんホキさん、ほらすごいよ。タクティカルダッシュした時めちゃめちゃ見えるやん。いいよ、奥見てましたね。あれはちょっと戦いに挑むのは今危険なので立ち回りを考えていきましょう。さあここ一回抜いていきますよ。おお、当たるかな当たるかな、当たってますね。もう一人ぐらいいましたよね今。 B 一瞬で取られちゃったな、やべえなこれ。すぐにでも取り返した。後ろいたな今そこら辺に、なんかいたっぽいね。ちょっとこっち一回前線下げまして、いやーちょっとこの立ち回りどうだろう、ちょっと良くなかったかな。今のは B 左に左折するべきだったかもしれませんね。さあホイさんホイさん、さあナイスブラボー、熱っ、カットしていく。さあ窓ガラスぶち割っていく。チャーリー失うのはやばくねっていう、裏取りさせませんよと。おお、これなんかいそうだな、またなんか多分いるよねこれ。チャーリーの方いるよね、ガッとしていく。チャーリーはトラス、ちょまずい、こっちちょっと気になっちゃった。ロングさっきのちょっとトラウマになってんのか俺。いやいやそんなはずはね、大丈夫だよな、ハセシンいけるよな。いける、オッケー。さあエスタホイさん行きましょう。大丈夫か俺のこのテンション。ちょっとこっち見ちゃう、チラッと。あー来そうですねー、てか多分来るでしょうこれ。なんか後ろもすごい怪しくな、怪しいっすよね。おっと目の前怪しい。あー STG 最高。てか STG の設計図が手に入るのはなんか結構 STG のあの設計図の数って現時点で結構多いじゃないですか。でまたあの限定設計図で STG が登場したので、これ STG もう大人気ですね本当に。マジで本当に強いアサルトライフルなんで非常にありがたいが、さあ皆さんもねぜひ太平洋の秘密のチャレンジをね完了させて、この限定 STG をぜひ獲得してみてください。非常にねいいですよ。ほらリロードするときにもよく見える、かなりいいじゃないの。爆撃機いきまーす。呼べてなかったけど後ろから敵来てるっぽいからカットしていく。軍用剣つなげていく。 B の守護神ハセの神よろしくお願いします。ちょっとたまないからミニ種目していく。サプライボックスだったわ。いやいいね、リロードの時この顔というのかなペイントが見えるのが非常にね個人的にはねポイントが高いかなと思っておりますね。ちょっと B の守護神ハセの神の動画にしてもいいですかこれ。もうずっと B 付近で戦ってもいいですか今回。ちょっとキル数とか伸びないかもしれませんが、なんとしてでもこの試合勝ちたいんで、このおーおーちょっと待てよ、鉄壁の守備入りますよ俺。はいはい、おっと敵の軍用剣か、敵の犬が来てるっぽいな。これまずいぞ、これ非常に危険だ。おおどうした、おっと奥見てんな。いや STG 強すぎだが、しかし敵の軍用剣ハセシンの軍用剣落ちた。奥見てたな、ちょこれ若干 B やばいよね今ね。頼むぞ、ちょっと B か守りたい守りたい、ちょっとよくわかんない、なんだ。だがしかしハセ神剣がいるんですよ。ハセ神剣カットしていく、負けてられへんねん。俺たちもカックバクロスケがおるから、これ俺やばいんちゃうかな。ハセ神剣ナイス、ちょっと待ってカックときつすぎー。当たったのか当たってないのかって言ったら当たってなそう。ハセ神剣すごくない、花子花子、え気合入りすぎてない、花子今いらっしゃいましたよね、そこそこいらっしゃったの分かってますよ。カットしていく、ヘッドラインしっかりと捉えていく。ちょっとこれ立ち位置がねですよね、来る位置を読んでいる。リスポーン把握バッチリか、わお爆撃機エッサホイさんホイさんいいですね、わお左だったか、エッサホイさんホイさん。さあどんどんいきますよ皆さん、さあさあ奥カットしていく。 STG の安定感、おっと大丈夫か、ナイスブラボー、熱い、そこに B 取ってくるんでマジ心強い、ナイスカーバー、熱すぎる、あったかすぎるマジで。いやあったか味方ナイス、いや俺の分かってんぞ。裏大丈夫か、大丈夫じゃない、ナイスカーバー、いいね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 、
はい、リロードした時に見えるこの限定設計図の強みじゃんや。敵のヘッドラインの合わせ方もなかなかうまいんちゃうかこれ。的確にカウンターから頭でしょっても抜いてくるぞ。これはもう倒しにくいでしょう。カットしていく。で、これカウンターの上登って、登るというよりかこっちやな多分。ちょっと一歩前失礼するぞ。ダブルキル、ナイスカバー、味方もありがとう。ちょっと待てよ、手前か奥かってところやな。いやこれあれやな、なんか奥からも来そうな感じすんな。いや、うまいこと合わせてくるな。ベーカー入られてるか、頭見えてますけども、やばい、この立ち位置ダブルヘッドショット。いや、後ろからも来てるか、敵の裏取りもうまいなこれ。ちょっと待てよ、前線キープしちゃいますね。エイブ取れるか、これ本当にチャーリーないか。もう一回チャーリー一緒に取ろうぜ。え、取ったらすぐ B だね、まだ点差にも余裕があるから。すぐに B の方に、いや、いいとこ来てるこれ。カウンターカットしてか、危ねえ。ちょっと指乱れたがギリギリだ。チャーリー取られる、マジで裏は通させないぜ。ちょっとこっちから、いやー、ちょっと思い切って行ってみようかなと思ってから、さすがに厳しかったか。でもこの点差はでかいぞ。行こう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 、ちょっとこれはもう強引にでも旗を守ってマジで勝ちに行くぞ。カットしてくヘッドライン、カットしてく、外周気になる、でもビーチでも気になる、ヘッドライン捉えていく。落ち着いて合わせていきましょう。やばくなった時はカウンターにグレネード、これでいいプレッシャーになってるかな。ヒットなしということは敵はいないと思うんですけども、カットしていくってか、カバーしてくありがとう。さあどうだ、いいんじゃないこの前線上げのプレッシャー、なかなか大きいプレッシャーと思うぞこれ敵からしたら。オッケー、勝利。さあということで何キル台、65キル、70キルは行きたかったけど、でも良かったんじゃないでしょうか。スコア7265キル、6確保ということで、とさあゲームハイライトを見ていきましょう。ということで皆さんいかがでしたか、改めて限定 STG での突撃良かったね。なんかタクティカルダッシュした時にやっぱりペイントが見えるのが本当に良かったわ。私ハゼシンマルチキル26マルチキルでありがとうございます。ということで最多ダッシュ回数7ダッシュはすごいな、投票していく。ということで改めてスコアボードはこんな感じでございましたと。スコア7265キル、6確保、21ですということでございました。さあということで一旦戻らせてもらってと、改めて今回はこちら限定の STG ですね、限定の設計図を使ってドミネーションで突撃してきました。ということで皆さん太平洋の秘密のチャレンジ完了、お疲れ様ハセシンとか、ナイスファイトだったよとか、少しでも楽しめたよと思っていただけたらね、チャンネル登録とねグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いいたします。本当にね高評価のねワンタッチがマジでモチベーションの向上につながる、めちゃめちゃ嬉しくなるんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼します、バイバイ。